ワールドカップで優勝したことある国を色で分けた結果が面白すぎる。サッカーワールドカップで優勝した国、ある、赤、ない、白。4年に1回だとはいえ、100年もやってるのにこんなに偏ってるの面白いな。準優勝を合わせても変わらない気がする。日本がちょうどこの2つの地域の真ん中に位置してて、いかにワールドカップ優勝が遠いものであるかをも、この画像から読み取れる。黒人系がヨーロッパ国籍にならなかったら、アフリカ勢からも優勝国で出たやろ。アフリカが次に優勝する言われて30年経っちゃったな。アジアも全体的なレベルの底上げはされてきたけど、なかなかベスト8意見。ワールドカップは実力通りの結果になるんだな。優勝国こんだけ偏ってるのに、サッカーって世界一人気なスポーツってすごいよな。やっぱ最悪ボールなくても丸いものあればできるから手軽で楽しいスポーツの象徴やと思う。こんななる90年以上に及ぶワールドカップの歴史から見ても優勝するのがいかに難しいかがわかる。